ね、今日からですね、原発ゼロへまであと30日となりました。もう1ヶ月ですね、切りましたね。というわけで、今日はですね、ゲストの、坂口志穂さんと中山美穂さんにお話を聞いてみたいと思います。今日のテーマはインドとのつながりです。では坂口さん、こんにちは。こんにちは。ボムリアートジャパン共同代表の坂口です。中山です。この度私たちはボンフリーアートジャパン、という団体を立ち上げました。今日は8月15日で日本は終戦、これ明日放送なの16日ですけど、まあいいや終戦記念日なんですけれども、はい、実はインドでは独立記念日で、今日は大きなお祝いムードですので、私たちもお祝いムードでこの新しい団体を立ち上げました。で、私たちのテーマはアート、平和、それから子どもです。子どもたちの人権を守るツールとして、そのアート、そしてそれを通してまた訴えたいことに平和、そういったこの3つのキーワードで皆さんとつながっていきたいと思います。なぜならばインドでは1億人以上の子どもたちが日本の人口と同じほど働いている。で、彼らは学校に行かずに、また知識も得ず、そして自分たちの毎日の生活を必死に生きている、そういった子どもたちを支えているグループがあるんですね。で、そのグループをボーンフリーアートスクールという名前で学校をやっています。で、それは南インドのバンガロールにあるんですけれども、そこではアーティストのジョン・デバラジという人を中心に、アートを通して子どもたちが社会復帰をして、そして教育に戻り、そして一人の大人として、アーティストとして、社会活動家として生きていけるように私たちは支えてきました。で、この学校は実はもう9年目に今日入りまして、これからもどんどん活躍していきます。で、その活動を、支えるために私たち日本でもできることがあるんじゃないかということで、この度この団体を立ち上げたわけです。なぜならば私たちインドとつながっているんですね。一つはまずは日本とインドの友好は象で始まり、そして今また原発という別の形で日本とインド社会が結ばれようとしています。で、しかしそれは私たち市民の多くの市民の意思ではないと思うんです。それで福島のことも関わっていきたいと思っています。で、またバラとかウコン、それからマンガン、鉛ですね、そういったものが実は子どもたちが作っていて、そして日本に流れてきている、それを私たちは知らないで生きてはいけないんではないかということを声を上げていきたいと思います。私たちは、児童労働している子どもたちとも生活の上ではつながっていますし、原発とも、ものすごく生活の上でつながっています。そういう意味で福島の子どもたちとも、すごくつながっている存在だと思うんですね。で、それをアートを通じて何か働きかけをしていきたいというのがボンフリーアートジャパンの活動です。人と人とのつながりをアートによって感じられる、そんな活動にしていきたいと思っています。はい。ではですね、今年の12月に下見に、福島の子どもたちも連れて行くと。で、来年の夏休みに合わせてアートキャンプをインドで行えたらいいなと思っています。ジョン・レノンっていう人がいました。ジョン・レノンはイマジン、想像して考えてっていう風に言ってましたけど、私たちのジョンさんはその場所をもう作って、インドで学校を作っちゃってます。というわけで私たちはイメージするだけじゃなくて、クリエイトしてその現実を作っちゃうぐらいな感じで21世紀のアート発信していきたいと思います。今日は、立ち上げ総会、会員になってくださったかな、皆さんとも一緒に会をやっています。じゃあ皆さん頑張りましょう、イエーイ。というわけで皆さんも映ってあげてください。はい、というわけで So I request all of you who are watching this program to stop and to think within yourself, within your mind, stop all wars. Mm.
でこの皆さん今このテレビを見ていらっしゃる方はぜひ自分の心の中に問いかけてください。この戦争が本当に必要なのか、このオスプレイというのは本当に必要なのかということを自分自身に問い合わせてみましょう。And you must understand that Japan is only one of the battleground for the merchants of war. で、この日本は戦争のビジネスにかかっているということも私たちは忘れてはいけないでしょう。We can see it happening everywhere in Palestine, in Iraq, India. Everywhere this battle is going on. 最も利益を生む戦争ビジネスが日本だけではなくてイラクやパレスチナいろんなところでその私たちはそのビジネスの犠牲になっているわけなんです。 You should not get involved in the, war business. でそういった戦争のビジネスに私たち自身個人が関わってはいけないと思っています。 You can sell flowers, sell bananas, sell anything else but not guns. で 花とかバナナとかそういったものを売りましょう。でも銃を売ってはいけません。Because the war business means death. で戦争のビジネスは死を意味するわけです。I want you to begin thinking about this idea. で皆さんに考え始めることをしていただきたいと思います。One more question, okay? No, ジョンさんは貞子さんを絵の中でもの。メインテーマとして掲げていらっしゃいますけれども、の貞子さんは白血病に、原爆の後かかったんですが、のこの1週間ほど、1週間ほど前に新しくまた発表されて、福島では甲状腺のがんの疑いもしくはがんになった子どもたちが、30人弱もう出てきています。Been suffered from the cancer of the throat cancer. で原爆は核の平和利用という原発は核の平和利用と言われてきましたけれども。原発 used to be said that it's a peaceful use of the nuclear power. の事故が起きたら貞子さんのように病気になってしまう子どもたちが出てきてしまうとことを考えると、So there's a new, if there's a nuclear power accident, then there will be a children who suffer from the cancer. 原発も、核兵器なんじゃないかなと私は今考えています。Weapon of the nuclear.というシチュエーションなのに日本はこれからインドに原発を売ろうという計画を日本政府がしています。この状況についてどう思いますか？これから日本とインドでどんなことをやっていけばいいのか、意見を教えてください。It is a very serious issue that you are posing to me. とても深刻な問題だというふうに感じます。We are not even aware of what is happening. で、どういったことが実際にその原発を通して社会で起こっているかというのもあまり知られていないでしょう。Human destructive technology should be prohibited. で、人間を破壊するそういった武器というものはまず捨てられなければいけません。As we said that, that wars are not only in the border, it's not a space, but it is played everywhere. で戦争は国境を越えて武器が使われるということではなくてだけではなくて、もうすでにその準備の段階からいろんなことがあるわけですから、それが戦争なんです。 It is done by scientists, engineers, thinkers who are designing such kind of aMass destructive technologies. で大量破壊を兵器を作ってしまう考え出した科学者やエンジニア、あるいはそういったことを考える人、そういった学者ですね、そういった人たちもその戦争に関わっているわけなんです。 What is not good for the people of Japan is not good for the people of India. もちろん日本にとって良くないことはインドにとっても良くないことなんです。 In every war it is children who suffer most. で、どの戦争においても子どもが一番の犠牲者です。 AndIt is going to be repeat a disaster. History will repeat itself as it happened in Japan. So also it will happen in India. で、日本でこの原発が起こったことで、福島で起こったことがまた同じようにインドで起こるかもしれない。また歴史は繰り返されてしまうかもしれないということが考えられるでしょう。So we must together fight all these things that are happening in the world. で、こういったことを一緒になって戦っていかなければいけません。